2007年より始まった京都手帳、今年で15年目を迎えます。京都手帳は京都の行事予定が掲載されたスケジュール帳で、京都で暮らす人、京都を観光する人、どちらにも愛されている手帳です。愛される理由は大きく2つ。1つはその情報量です。掲載した行事の数は1300件以上。これは年々増え続けています。神社やお寺の数も350件を超えます。その一つずつを丁寧に確認し制作しているのです。もう一つはコラム記事。長年京都で暮らす編集者が本当に美味しいもの、好きな場所、おすすめしたいことなどを厳選して掲載しています。ガイド本には載っていないようなお店や季節限定のお菓子など、毎年このコラムを楽しみにしている愛用者も多くいるとか。京都の竹笹堂の木版画デザインを使用した表紙も毎年人気です。今年はこのレモン柄、リバーシブルになっていて、裏側はシンプルな黒っぽい表紙です。男性も持ちやすい柄です。京都でしか発売されていない限定の表紙もあります。今年もたっぷりと京都を詰め込みました。15年目の京都手帳発売です。